コーディフォーフェスタ様のスポンサー選手がございます。ちょっと準備をしますので少々お待ちください。はい、出てきました。はい、ありがとうございます。執行は誰が行きましょう。じゃあ、ね、はい、ということでお待たせしました。続きまして、コーディフォーフェスタの、スポンサーステージです。よろしくお願いします。今日一日、まだね、部門残ってるんですけれども、ファンアーツ用コンテスト、ライブ、かなり、例年ね4回目ということあって相当盛り上がってるんですけれども、毎年ね、我々、東京フェスタ、さまざまな活動をしているんですけれども、今回もあちらの方でブースの方を出しておりました。そして、今回はねちょっとまたヨーヨーの枠を超えて、新しい動きを行ったんですけども、それは後ほど、説明するといたしまして、我々、東京フェスタは、2013年に、始めまして、神奈川県で、ヨーヨーの、イベントを開いております。練習会も、そうなんですけれども、若手プレイヤーの育成であったり、幅広い世代のヨーヨープレイヤーの交流であったり、さまざまな、イベントを楽しい、ね、ミニコンテスト等を、開いております。過去にも、名古屋の方でもね、イベントの方を開催させていただきまして、これからまた今後、さまざまな場所で、練習会イベントの方を開いていきたいと思います。東京フェスタの、ね、サイトの方をぜひ、ご覧いただいて、皆さんとまたね、ここを皮切りに交流できたらと思いますんで、よろしくお願いします。そして、今回、実はヨーヨーのイベントなんですけれども、東京フェスタ主催で実は先ほど、アームレスリング対決を、行いました。今回 S サイズ、M サイズ、L サイズ、あとキッズ、レディースのサイズですね、こちら T シャツのサイズに合わせまして、対決を行っておりました。これからね、決勝戦の方こちらの方で行いたいと思います。はい、では先ほどのあちらの44フェスタブースの方で、勝利しました決勝戦進出の選手を呼びたいと思いますので、呼ばれた選手はステージの方までお願いします。キッズレディース部門決勝、鳥田玲也選手、拍手お願いします。大きな拍手をお願いします。どうぞこちらまでお願いします。そして対戦相手は西村優吾選手。はい、どうぞ。絶対普段は腕相撲をしないであろう2人が今これから腕相撲の決勝戦を戦います。ここはレディーファーストでいきたいと思います。引き手が違うそうです。はい、皆さん盛り上げてくださいよ。シャッターチャンスですよ。このアヒルに、手を当てた方が、負けとなりますので、こちらの方で、決勝戦を行いたいと思います。ジャッジの方は中村名人に行っていただきます。いいですね、皆さん、いいですか。一発勝負進んでレディーゴーと言いましたら、こちらの方に全力特力で、見分けて、実行をしてください。はい、それでは行きたいと思います。キッズレディース部門決勝、レディーゴー。おー、すごい、鳥田玲也選手、おめでとうございます。それでは、優勝した鳥田、あとごめんなさい、こちらでお待ちください。鳥田玲也選手、ありがとうございました。初めてのチャンピオンが終わりました。それでは S プラス決勝いきたいと思います。 S プラスの選手、高倉優希選手、フロム神奈川、フロム神奈川
今日一日の MC、2日間ね、MC で盛り上げてくださいまして、実は、今日まだね、いいニュースのこちらの方も来ますので、ぜひ頑張ってください。それでは、セットをお願いします。それでは、S クラス決勝参ります。レディー、ゴー。選手は川村亮介選手、こちらまでお願いします。そして対戦相手、松村隆史選手、生徒さん、生徒さん、生徒さん、高田の奥さん、すいません、間違えました、高田の奥さんです。大変失礼いたしました。行きましょう。それでは行きたいと思います。 M クラス決勝、レディーゴー。はい、では最後、注目の L クラス最強決戦でいきたいと思います。はじめ選手、渡辺隼人選手、宮本会館の殴り込み、ちょっと腕すごいです、すごいです。渡辺選手、本当は T シャツ S サイズらしいです。それでは対戦相手、杉山宗一郎選手、杉山宗一郎選手、やってまいりました。はい、それではセットお願いします。これ最後ですからね。それでは決勝戦いきたいと思います。 L クラス、レディーゴー。おー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 、一緒だ、一緒だ、あーおーけけ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 、チャンピオンに、私が夜なべして作ったチャンピオン T シャツの贈呈です。まず、キスレディスの森田選手、おめでとうございます。そして、M サイズ、タギさん、おめでとうございます。 M サイズの田村良介さん、おめでとうございます。 M サイズ優勝、杉山宗一郎さん、お願いします。ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。ホーキョーフェスタ、本来はヨーヨーのイベントなんですが、団体なんですけれども、今日は、ちょっと一味違う形で、浜松ヨーヨーコンテストを、盛り上げれたのではないかと思います。我々、今日、腕相撲がちょっと別なんですけども、普段は、ヨーヨーでかなり面白いことをやって、子供から大人まで、参加できる、イベントをやっておりますので、ぜひ神奈川県に来た、際には、ぜひ遊びに行けたらと、いただけたらと思います。そういう形で、東京フェスタのコンサートステージ終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして、空気持ちに優勝してすいません。ありがとうございました。はい、それでちょうどいい時間になりましたね。さあ、続きまして、粒の方を回ってまいります。はい、ではジャジャジャさん集合お願いします。